世の中には、大きく分けて2つのタイプの存在がいます。ズバリ、ローランドか、それ以外かです。これはもう、ネオユニバース単位の真理なので、変えることはできません。なんやこの始まり方は。かつてローランドは、私にこんなアドバイスをくれました。君が何かを見込むとき、おそらく何かしらの悪が出ると思う。その悪を取れば君の勝ち、取らなければ世間の勝ち。取れば、勝ち。取ればっつうか取ればあがちっつうか。つまり取ればヘンダーソン氏関連の解説をすればいいんですね。そういうこと。どういうこと？ということで今回も3体ほどクリーチャーを解説したいと思います。まずはこちらのクリーチャーから。廃墟と化した病院でひょっこりはん。ホスピタルクリーチャーです。なんか、初っ端からガチガチホラーなの出てきましたね。ホスピタルクリーチャーは、さっき言った通り廃墟になった病院にいる、というか閉じ込められている謎の存在です。前世のカルマでも背負ってるんでしょうかね。別名ホスピタルパトローラーとも呼ばれ、人が入ってきたら襲いに来ます。俺が引き寄せたのか、それともお前が来たのか。いや、お主がこっちに来たんやろがい。人間、嫌い、食ってやる。かあ、言わんこっちゃない。逃げなってローランド。はあ、まったくもう。ただでさえ謎すぎる冒頭で30秒も使ったのに、クリーチャーが画面外出て、それ待ちとはねえ。帰ってきたよ。お帰りなさい。仕事が早くて助かるよ、ジョニオザキジョニギリ。なんだその気持ちの悪い名前は。聞いたところによると、君は悪意あるクリーチャーで、人を狩りの対象にしてるそうだけど、どうしてそんなことするの？そこに人がいたからさ。そんな登山家みたいなアンサーされてもな、赤い目をギラつかせた、灰色の肌のお化けに追われるこっちの身にもなってよね。安心しな、ちゃんと対処策も用意されてるんだぜ。え、そうなの？ああ、その病院の3階のドアを目指せ、もしくは3階層分逃げろ、さすれば追いづらくなる。だが断る。なぜなのか、君にとってすごく有益な情報を言ったと思うんだが。皆さん、なんとこのクリーチャー、廃墟でない病院を廃墟に変えちゃう力もあるんです。なんかグレイブエンカウンターズを思い出すんですけど、私を置いて話進めるのやめてくれへんかな。まあそういうことなんで、廃墟っぽい病院にはぜひぜひご注意を、などとほざきつつ私は家の前の納屋に着きました。ってなんか変なのおるやんけ。ふふ、待っていたよ霊虫。一体いつからそこに？1億と2000年前からだ。創世のアクエリオンですやん。私の名前はフロッグクリーチャー。かつては人間だったが、突然変異によりこの姿になってしまったのだ。あの頃に戻りたいよ。かつての姿絶望的に頭悪そうだけども、ムードメーカーだった。ものはいいようだよね。はい。ということで2体目のクリーチャー、フロッグクリーチャーです。顔がなく全身白寄りの肌色、カエルのような格好で家の納屋棟に現れます。元は人間だったものが、突然変異でこの姿になったということで、腕の感じや5本の指といった箇所に、かつての名残が少し感じられますね。ただ、ビジュアルが怪物じみてる以外には特に危険性はないようなので、見かけてもそっとしといてあげましょう。私は今晩の鍋の材料にします。マジかこいつ。冗談冗談。3分の1は冗談。割と本気じゃねえかこの野郎。さて、今回ラストはコットンゴーストさんです。あれは、2013年、6月23日の朝のことでした。ナビシケ、というとある一家が死んでいるのが発見されました。死因は喉に綿を詰まらせての窒息死。一体誰がやったのか、自殺か他殺か、はたまたふわふわと浮かぶ白い綿のような生き物。そう、コットンゴーストの仕業か。ってめちゃくちゃ増えとるやないかーい。ちなみに、私的には亡くなったナビシケの亡霊なのでは？と思っております。コットンゴースト、別名ミステリアスシートなんて呼び方もあるようですが、できれば害なく、そこにふわふわと浮かぶただただ不思議な存在であってほしいものです。珍しく真面目な感じで終わるわこれ。ということで今回の解説はおしまいです。もしよろしければチャンネル登録、他動画のご視聴等々お願いします。それではまた次回、アディオス。